了承ください。お客様にお知らせいたします。金沢競馬第8競走パドック展望をお送りしていきます。8レースは C1 3組以下牝馬の対戦椿賞1400m 9頭で争われます。お話は専門士協会の大井さんです。最後は9番の銀ちゃん489キロ増減なし。まあ、このメンバーに入るとちょっと馬の雰囲気がちょっと一枚上だなというのはね、パドックこう一通り見るとね、お分かりいただけるかなと思いますけども、体はね、特に、太め感もなく、仕上がりは悪くないという感じですね。まあ、あの慢性的なちょっと硬さみたいなのはね残りますけどね、こんな感じで走っていましたからね去年もね、大きな心配はないと思います。外見上は、うまく仕上がっているなと、思います。はい、 C3 組以下牝馬限定の一戦です。椿賞、早速大井さんにこのレースの見解を伺っていきましょう。パドック最後のね、周回紹介となりました9番の銀ちゃん、雰囲気一段上というお話ありましたが、この馬中心ですか？そうですね、はい、そもそもはちょっと実績といいますかね、うん、はい、基本的な性能がちょっとこのメンバーでは、違いすぎるだろうということですよね。はい、まあ、体質的にね仕上げはね、難しいと思いますしね、よく言えばねもっともっと上の、出来というものがねこの馬の場合はあるはずなんですけども、はい、まあ、現状でもある程度力はね出せると思いますし、まあ、このメンバーなら、自然と先行して押し切りという風になるんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、力関係的に1枚も2枚も、上と言いますかメンバーに恵まれたというのが、まあ、褒めの理由ですね。はい、はい、では対抗2番手以下のお話伺っていきたいと思いますが、相手ヒットどの馬ですか？これは悩んだんですけども、はい、まあ、ちょっと転入馬のプレカーリーにねちょっと期待してみました。はい、兵庫でこれ C2 の1007を1勝だけしてるんですけどもね、これは1700で逃げ切りなんですよね。はい、先ほどパドック見てもちょっとカリカリとした気性の馬でしたし、これはもうすんなりいったら、走るよということなんだと思うんですよね。はい、まあ、このレース銀ちゃん以外にはねおそらくスピード負けしないですし、前の方で競馬できるはずなんですよね。出遅れたりさえしなければね、はい、そうなれば、園田の金層とはちょっと違うレースになるんじゃないかなと思いますし、はい、じゃあ他の馬が園田の C2で勝ち負けになるかと言われると、そういった馬はいないと思いますから、まあ、そういった面で、ちょっとこの馬対抗にしてみますけども、ちょっと銀ちゃんのペースに付き合うとちょっと辛くなる可能性もありますからね、はい、ちょっとまあその辺は考えてという感じですかね。はい、4番のプレカーリー対抗でした。では黒三角3番で評価を教えてください。まあ、ダニューブはね去年 B2 あたりで走っていた馬ですしね、この銀ちゃん以外との比較であればね、力上位だと思いますからね、この馬を3番手に上げますけども、ちょっとつかみどころのないタイプではありますから、はい、ちょっと当てにはならないという感じですかね。ただ圏内は十分だと思います。はい、それ以外の馬お話伺っていきます。白三角は8番キャメポートに打たれました。まあ、多分この馬が2番人気なのかなとは思うんですけども、はい、まあ、一連の走りであればね、まあ、そうなっていい馬ではありますよね。まあ、ちょっと寒い時期の仕上げというのはちょっと難しそうなタイプでもありますからね、ちょっと、はい、割り引いた評価にはしましたけどね、普通に走れば上位は間違いないかなと思いますね。あとはどうでしょう、注意の印、時の未来。時の未来ちょっと仕上がり面でどうかなと思ってね、ちょっと評価を下げた中という印にしたという感じですね。まあ、これはちょっと今日は抑え程度でいいかなとは思っています。はい、8レースの椿賞、本命は9番銀ちゃんに大井さんは打たれています。ここでは力が1枚2枚上で自然と先行できてしまうだろうというお話でした。
そのまま押し切りに期待ということです。対抗で4番のプレカーリー、前線地で、前々での競馬で勝利を収めている、この先行が叶いそうという4番プレカーリー対抗です。3番評価でこの中であれば力量は上位という3番ダニューブ、以下8番のキャメポート、そして5番の時の未来挙げていただいていますが、馬体減もあってパドック気配からは少し強気には押せないということでした。8レース椿賞、お話は大井さんでした。ありがとうございました。はい、失礼します。第8競争です。第8競争椿賞、距離1400メートル、出走をご紹介します。9番銀ちゃん、489キロ増減なし、平瀬国久騎手54キロ。第8競争椿賞、以上9頭で争われます。金沢競馬第8競争です。椿賞 C1 クラス3組以下牝馬の対戦、1400メートル、9頭立て、枠入りが進んでいます。9頭立て椿賞、8番キャメポートゲートへと収まりました。枠入り最後は9番銀ちゃん、最後に9番ゲート銀ちゃん、ゲートへと収まります。枠入り終わってスタートしました。まずまず揃ったスタート、押している4番プレカーリー、外からは9番の銀ちゃんも出ていきます。3番定価5番時の未来、それから8番キャメポート、1馬身の間があって2番ボロンティアが追走して1コーナーカーブ、外から7番のトゥーゲント、間を通って6番のカンノンリリー、最後方から3番ダニューベ、固まった馬群で前は残り1000を通過。先頭に立ったのは9番銀ちゃんです。リードは1馬身ほど。4番プレカーリー2番手、並びかける5番時の未来で2コーナーから向こう上面、1馬身差8番キャメポート、この圏内2番のボロンティエ、外から並んでいく7番トゥーゲント、内側1番ルンルンヘレンド、並んでいく6番カンノンリリーで、外からは3番ダニューベ、依然として9頭固まっています。前はワックストレッチ仲間600の標識を通過。先頭は9番銀ちゃん、リードは1馬身から1馬身半、2番手4番プレカーリー、少し5番の時の未来下がっていって、変わって前に上がってまいりますのは8番キャメポート、並んでいく7番トゥーゲント、400の標識を通過。その後ろは 3,4 馬身離れました2番のボロンティエ、前は4コーナーカーブ、先頭は9番の銀ちゃん、4コーナーカーブから直線、内から4番のプレカーリーもう一度接近、あとは3、4番手離れました7番のトゥーゲント、並んでいくのは8番キャメポート、あとは外後方から追い込んでくる2番のボロンティエ、先頭は9ちゃん、先頭は銀ちゃんリードをキープ、2番手に4番のプレカーリー、先頭は9番銀ちゃんゴールイン。9番の銀ちゃん人気に応えています。平瀬国久騎手、2番手に4番のプレカーリー、離れて3番手は7番のトゥーゲント、あまり差がない体勢8番キャメポート、2番ボロンティエ、このあたり4番手5番手の入線です。先着は9番の銀ちゃん、1コーナー、2コーナーでは先頭に立っていました9番の銀ちゃん、そのまま押し切っています。4番のプレカーリー少し差を詰めましたが2番手入線、離れた3番手は7番トゥーゲント、第8競争確定までお待ちください。
スタートしました。まずまず揃ったスタート。押している4番プレカーリー、外からは9番の銀ちゃんも出ていきます。3番定価5番時の未来、それから8番キャメポート、1馬身の間があって2番ボロンティアが追走して1コーナーカーブ、外から7番のトゥーゲント、間を通って6番のカンノンリリー、最後方から3番ダニューベ、固まった馬群で前は残り1000を通過。先頭に立ったのは9番銀ちゃんです。リードは1馬身ほど。4番プレカーリー2番手、並びかける5番時の未来で2コーナーから向こう正面、1馬身差8番キャメポート、この圏内2番のボロンティエ、外から並んでいく7番トゥーゲント、内側1番ルンルンヘレンド、並んでいく6番カンノンリリーで、外からは3番ダニューベ、依然として9頭固まっています。前はバックストレッチ半ば600の標識を通過。先頭は9番銀ちゃん、リードは1馬身から1馬身半、2番手4番プレカーリー、少し5番の時の未来下がっていって、変わって前に上がってまいりますのは8番キャメポート、並んでいく7番トゥーゲント、400の標識を通過。その後ろは 3,4 馬身離れました2番のボロンティエ、前は4コーナーカーブ、先頭は9番の銀ちゃん、4コーナーカーブから直線、内から4番のプレカーリーもう一度接近、あとは 3,4 番手離れました7番のトゥーゲント、並んでいくのは8番キャメポート、あとはその後方から追い込んでくる2番のボロンティエ、先頭は9ちゃん、先頭は銀ちゃんリードをキープ、2番手に4番のプレカーリー、先頭は9番銀ちゃん降臨。ただいまより第9レースの発売を開始いたしました。第8レース、払い戻し金額をお知らせいたします。単勝式9番140円、副賞式1着9番100円、2着4番180円、3着7番580円、枠番連勝副式4と8の組230円、枠番連勝単式8と4の組280円、馬番連勝複式4番9番230円、馬番連勝単式9番4番260円、ワイド4番9番140円、7番9番950円、4番7番2060円、3連勝複式4番7番9番3750円、3連勝単式9番4番7番4210円。以上でございます。